今回は単項式と多項式について学習していきましょう。次の7つの式は2つのグループに分けることができます。どのように分けることができると思いますか？上と下で分けることができます。では上と下の違いは何でしょうか？ヒントは式の形にあります。上の段は項が1つだけの式、下の段は項が2つ以上ある式になっています。項が1つだけの式を単項式と言います。項が2つ以上ある式を多項式と言います。単項式は数や文字について情報だけでできている式と見ることができます。例えば 2a は2×a マイナス xy はマイナス 1×x×y と積だけの式で表すことができます。また x のように一つだけの文字、マイナス5のように一つだけの数も単項式と考えます。多項式は単項式の和の形で表される式と見ることができます。例えば 3a プラス b このように 3ab を多項式 3a プラス b の項と言います。また 8a-5b この式は8a+-5b と表すことができ、 8a-5b を多項式 8a-5b の項と言います。それではプリ問題に挑戦してみましょう。